たいと思います。いきましょう。はい、ミュージックスタート。さあ、よかったらね、皆さん手拍子とか一緒に盛り上がって、スマブロック踊ってじゃないでしょ。あなたうまいよ。あなたが踊るまでしょ。スマブロック踊りなさいって言ったから。おいや、会場からは可愛いなという声も上がっております。7秒しか踊らないといってしっかりと7秒以上踊ってましたね。なかなか情熱的な感じで良かったと思います。さあ、それでは続きまして、台東くん行ってみたいと思います。にぎわい生き生き台東くんに合わせて踊っていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。ミュージックスタート。目の前なんか黒いものが出てきましたけれどもね。はい、でもですね、素晴らしいですよ。台東くんが踊ってる時に、つば九郎くんがね、みんなに手拍子とかしてあげてとかね、なんか優しい友情が芽生えたような感じもしましたけれども、台東くんもね、可愛く踊っていただきました。本当にありがとうございます。さあ、別料金。おー、主戦度なんだから。そうじゃないでしょ。ほら、僕はもういいの。さあ、じゃあね、それでは早速ですけれども、このダンスバトルの、結果をですね、皆さんに審査していただきたいと思いますが、はい、斉藤くん、そしてつば九郎くん、いいですか。それでは早速、皆さん、どちらかの方に手を挙げていただきたいと思います。はい、じゃあまずつば九郎くんのダンスが良かったという人、はーい、はい、上がってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして、台東くんのダンスが良かったと思う人、はーい、おーっと、これはうわー、つば九郎くんまで手を挙げてということは、はい、じゃあ、はい、今のダンスバトルの勝者は、はい、台東くんです。おめでとうございます。の始球式決定。ダメだ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 、ほらダメですって言われてるから。まあ、まだ何書いてる。ダメらしい。いちいち書かなくても分かってるからね。それじゃあ、はい、次第2回戦
パワハラって書いてある。違うからね。違うよ、再生するだけだから訴えないで。ちゃんと大丈夫、丁寧にやるから、うん、それじゃあ丁寧にやればいいもんなのかどうなのかもわからない。じゃあまずはじゃあ、はい、つば九郎くんから測ってみたいと思います、はい、じゃあね、先生これですか。ちょっと隠れないで、隠れない、前に前に、恥ずかしくないから、ね、大丈夫よ、前の方へ、うん、みんなに見てもらって何センチあるのかウエストが。そんなに恥ずかしがらなくても大丈夫だ。どうぞ、はい、できた、はい、あ、それでは測りたいと思うんだけれども、はい、結構な大きさだから、ちょっとつば九郎くんここを持ってて、うん、お腹に当てて、そう、それでは回数をスタートしたいと思います。はい、いきます。はい、足りないよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと押さえて、はい、やけに疲れちゃったけど、足りない、足りないよ、足りない、ちゃんと押さえとけばいいからね、はい、じゃあ持って、あ、そうそうそう、伸ばしてもらってね、はい、ありがとう、ありがとう、あ、じゃあそれズルだから、じゃあこれ僕が持ちますからね、はい、はい、それでは測っていただきましょう。100、もう来た、違うの、つば九郎くん、ウエストじゃないの、ウエスト、はい、いきます、はい、183センチ、183センチ、さあ、それでは続きまして、それではどうぞ、なんか何ダメよ、それとちゃんと1165、違う、183、183、うん、あ、183、変えないで、183センチ、はい、書いておきますね、これね、うん、3センチ、はい、しっかり書かれました。体調君の方よろしく頼みますね。はい、それでは、ね、今度は体調君の方持ってもらうことも難しい。じゃあ、わかりました、僕持ちます。はい、ね、それでは、はい、採寸をスタートしたいと思います。はい、ちょっとちょっとちょっとダメダメダメだよ、怒るよ、体調君も、こんな怖い顔してても怒ると怖いのよ、丸かじゃないから、斉藤くんってちゃんと書いてあげれば、はい、さあ、それじゃあね、はい、行ってみたいと思いますが、行きましょう、はい、それでは、ナイススタート、はい、180センチ対測定不動、はい、ということでこの勝負太藤くんの勝ち。さあ、これは嬉しいことなのか嬉しくないことなのかは微妙ではございますけれども、ではですね、改めてバトルを対決していただきましたので、はい、結果発表をしてみたいと思います。はい、ダンスバトル、はい、斉藤くんの勝利、斉藤くんの勝利、そして、はい、ネタも対決も、はい、斉藤くんの勝利ということで、はい、2対0で斉藤くんの勝ち。おめでとう、イエーイ、真剣勝負を終えた2人に大きな拍手をお願いいたします。というわけでね、はい、応援してくれた会場の皆さんに感謝の気持ちを込めて、つば九郎くん&斉藤くんのオリジナルグッズが当たるクイズ大会、わー、みんなの欲しいですか、オリジナルグッズ欲しい人、欲しい、あ、結構上がりましたね、いいですね。じゃあですね、このオリジナルグッズが当たるゲームのルールをまた僕がちょっと説明したいと思います。でこのゲーム丸バツゲームで行っていきたいと思います、はい、この会場に集まっていただいたお客様の中から、6名選びます。その6名様にはステージに上がってきていただいて丸バツゲームに答えていただくというような形になります、はい、ただまあ6名様なんで、じゃあつば九郎くん、つば九郎くんが3名様、この会場の中からお客様を選んでください。落ち着いてくるから、
ですよね。お姉さんに言って、連れてきてください。じゃあ斉藤くんは僕がね、あれに聞いて選びたいと思いますので、じゃあ斉藤くんもね、誰がいいか、はい、決めてあそこで手を振ってらっしゃるお嬢様かな、ちっちゃいお嬢ちゃんと、うん、いや決めて、決めてって終わんないの、これ手を振ってくれてるお兄ちゃん、うん、友達2人とかで待ってるから、こっちも3人決めなきゃいけないのよ、はいはいはい、ほら、みんな手振ってくれてるよ、あそこでちっちゃく元気よく手を振ってくれてる赤ちゃん、はい、じゃあね、その3名様、じゃあお兄ちゃんと、そしてお母様でいらっしゃる、今日誕生日でしょ、お母様一緒に上がってきていただいて、そしてあと水色の太ってるお嬢ちゃん、お嬢ちゃんもね、よかったら上がってきてください、ちょっと起きてる、はい、お嬢ちゃんもどうぞ、はい、いらっしゃいました、9月、しょ、9月生まれの人、じゃあね、3人上がってください、いっぱい入れて、よいしょ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 、10から、さあ10から2発が生まれ、さあ、じゃあね、ちょっとだけね、お嬢ちゃんもね、ちょっと、はい、もうちょっとこっちで待って、10から2発が、こっちで待ってください、